タンパク質構造では、タンパク質の構造について記す。タンパク質は、すべての生物が持つ、重要な生体構分子の一つである。タンパク質は、炭素、水素、窒素、リン、酸素、硫黄の原子から構成された、残機と言われるアミノ酸のポリマーである。ポリペプチドとも呼ばれる、このポリマーは20種類の l ァアミノ酸の配列からできている。 40以下のアミノ酸から構成されるものは、しばしばタンパク質ではなく、ペプチドと呼ばれる。その機能を発現するために、タンパク質は、水素結合、イオン結合、ファンデルワールス力、素水結合などの力によって、特有のコンフォメーションを取るように折りたたまれる。分子レベルのタンパク質の機能を理解するには、その三次元構造を明らかにしなければならない。これは、 構造生物学の研究分野で、X 線解説や核磁気共鳴分工法などの技術が使われる。アミノ酸残機の数は特定の生、科学的機能を果たす際に重要で、機能を持ったドメインのサイズとしては40から50、残機が加減となる。タンパク質自体の大きさはこの加減から数百例。 残機のものまで様々で、その平均は約300残機と見積もられている。多くの G アクチンがアクチン繊維を作るように、多くのタンパク質サブユニットが集合して一つの構造を作ることもある。タンパク質の一次構造から4次構造性科学的には、タンパク質の構造には4つの階層がある。これらの構造の階層がある他に、 タンパク質は機能の発現の過程で構造が変化することがある。構造変化前後の3次構造や4次構造は異性体の関係にある。タンパク質は翻訳からタンパク質合性合成によって合成される。一次構造はペプチド結合という共有結合によって結合し、両末端はそれぞれ自由な官能元がどちらであるかに応じて N 末端、C 末端と呼ばれる。 二次構造の中には、その主査間の水素結合パターンによって定義されるものもある。しかし水網戸期間に水素結合が形成されてしまうこともあるため、二次構造中の水素結合は定常的なものではない。つまり、二次構造は、周囲の水の濃度が十分小さい時、例えば折りたたまれている時や球状になっている時にのみ安定である。同様に、 三次構造にもアミノ酸の傾向や素水相互作用などの非特異性が残る。しかし三次構造はイオン結合や水素結合、即差の立体障害などの構造的、特異性によってのみ固定化される。細胞外タンパク質の三次構造はジスルフィド結合によっても安定化される。ジスルフィド結合は構造全体のエントロピーを下げるが、細胞質が 還元的な環境であるため、細胞内タンパク質では極めて稀である。二つのアミノ酸の結合アミノ酸は、縮合反応により結合する。この反応を繰り返して長い即座の鎖が作られる。この反応は、リボソームという酵素によって触媒され、翻訳と呼ばれる。ペプチド結合はによる電子の非極剤化のため二重結合に近くなることからに、ほぼ平面構造であり、 その二面角オメガは180度に近い。二面角ファイと二面角プサイは特定の範囲の間の値を持つ。これらの角は、タンパク質の自由度を表し、三次構造を決める。これらの角は二次構造によっても制限され、ラマチャンドランプロット上に表される。いくつかの重要な結合帳を以下に示す。ペプチド、または、 タンパク質のアミノ酸の配列のことを一時構造という。残機は通常 N 末端から数える。タンパク質の一時構造はそれに対応する遺伝子によって決定される。DNA の特異的な塩基配列は、伝令 RNA に転写され、翻訳というプロセスによってリボソームにより読み替えられる。タンパク質の配列はそのタンパク質に固有のものであり、 構造と機能を決定する。タンパク質の配列は、エドマン分解やタンデム質量分析法によって解読することができる。しかし通常は遺伝子のコドンの配列を直接読むことが多い。ジスルフィード結合の形成やリン酸化、グリコシル化などの翻訳語就職も一時構造によって決めることができると考えられているが、これは遺伝子の配列からは予測することができない。 結合長や結合核などの基地の情報に従って、ペプチドのモデルを組み立てることによって、最初の二次構造である、アルファヘリックスとベータシートが1951年に、ライナスポーリングらによって提唱された。アルファヘリックスも、ベータシートもペプチド結合のすべての水素共有器、水素受容器が、水素結合に関わっている。それ以来、 様々なループや他の種類のヘリックスなど多くの二次構造が発見され、通常の二次構造の形を持たないものはランダムコイルと言われるようになった。これら二つの二次構造は特定の二面角プサイト、ファイを持ち対照的な形をしている。このためラマチャンドランプロットでは特定の領域を占める。二次構造の要素は常にループや ターンなどを介してコンパクトに折りたたまれている。三次構造の形成は、素水性残機が水と反発して、タンパク質の中に潜ろうとする力によって進み、水素結合、イオン結合、ジスルフィド結合などによっても構造が安定化される。三次構造には、二次構造に含まれなかったすべての非共有結合が含まれ、タンパク質全体の形を決定している。 また、通常タンパク質の機能4次構造は、ペプチド結合のいくつかの鎖の相互作用である。それぞれの鎖は、サブユニットと呼ばれる。それぞれのサブユニットは共有結合で結合している。必要はなく、ジスルフィド結合などでも良い。すべてのタンパク質が4次構造を持つわけではなく、単量体で機能を持つ、タンパク質もある。 4次構造は3次構造と同じ要因によって安定化される。2つ以上のポリペプチドからなる複合体は多量体と呼ばれる。特にサブユニットが2つの場合は2量体、3つの場合は3量体、4つの場合は4量体と言われる。また同じサブユニットだけから構成されているものは、ほも別々のサブユニットから構成されているものは、ヘテロと呼ばれる。 即差の原子には順番にアルファ、α、β、γ、ンマ、デルタ、イプシロンなどのギリシア文字の記号が付けられる。Cα はアミノ酸のカルボキシル元に最も近い炭素原子を表し、Cβ は2番目に近い炭素原子を表す。Cα は通常は主座の一部であると考えられている。これらの原子の間の二面角は、x1、x2、 X3 などと名付けられる。例えば、リシンの1番目と2番目の炭素原子は、アルファとベータで、アルファベータ間の二面角は、X1 である。速差は、合種型、トランス型という、異なった、立体配座を取ることがある。また通常は、水素原子の電子軌道の重なりを避けるために、X2 の周りでは、ねじれ形配座を取る。 多くのタンパク質はいくつかのユニットから成り立っている。タンパク質ドメインはタンパク質全体の構造の要素の一つであり、それ自体で安定化され、他の部分とは独立にフォールディングもなされる。多くのドメインは一つの遺伝子や遺伝子ファミリーによって作られるタンパク質に特有のものではなく、多くの種類のタンパク質に共通してみられる。ドメインは多くの場合、 例えばカルモジュリンにおけるカルシウム結合ドメインのようにタンパク質の生物学的な機能にとって重要である。ドメインは独自に安定化されているため遺伝子工学によって別のタンパク質のドメインを移植しキメラを作ることができる。一方モチーフというのはヘリックスターンヘリックスのようなある程度特異的な二次結合の組み合わせを指す。これらは 超二次構造と呼ばれることもある。タンパク質フォールドはヘリックスバンドルやベータバレルのような配列の空間的なタイプを意味する。深刻生物では10万程度の種類のタンパク質が発現しているが、ドメイン、モチーフ、フォールドの種類はそれよりずっと少ない。これは遺伝子の一部がゲノムの中で重複したり位置が変わったりという進化の結果である。 これは、あるタンパク質のドメインが別のタンパク質のドメインにも導入されて、新しい機能が加わってきたことを意味する。このようなプロセスを経て、代謝や機能の発現には、多数の様々なタンパク質が関与するようになった。工事の構造の形成過程は、タンパク質ホールドと呼ばれ、一時構造に基づいて起こる。特定のポリペプチドは一つ以上の安定した。 フォールド状態を取り得るが、生物学的には異なる活性を持ち、通常は一つの構造のみしか優位な活性を持たない。タンパク質の構造を分類するために、いくつかの手法が開発されている。分類された構造は、タンパク質構造データバンクなどのデータベースで検索することができる。異なる方法を使って、タンパク質を分類したいくつかのデータベースが存在する。 その中でもスコップ、キャス、FSSP などは最も大きいものの一つである。使われている手法は、純粋に手作業のもの、手作業と自動化を組み合わせたもの、純粋に自動化のものと様々であるが、結果は最新の研究を反映したものとなっている。どのデータベースでも分類結果は、ほぼ同じであるが、いくつかの相違点や、矛盾点も見られる。 タンパク質構造データバンクで得られる、タンパク質の構造のうちおよそ90%のものは、X 線結晶構造解析によって決定された。この方法では、結晶状態のタンパク質の3次元的な、電子密度分布を測定することができ、ある程度の分解能で、すべての原子の3次元配置を推定することができる。基地のタンパク質構造のおよそ9%は、 各磁き共鳴分工法に由来するものであり、この方法でもタンパク質の二次構造が測定される。またこの他に、円変光二式性や、その他の方法でも高精度で予測される。近年では低温電子顕微鏡も、高分解能でのタンパク質構造の推定に、用いられるようになってきた。この方法により、ウイルスの被覆タンパク質やアミロイド繊維など巨大な、 タンパク質複合体の構造の研究も可能になるのではないかと期待されている。タンパク質の構造はタンパク質の配列よりもずっと複雑であるがタンパク質の機能についての情報をずっと多く持っている。そのためコンピュータを用いたタンパク質の配列からのタンパク質構造予測法がいくつも考案されてきた。アブイニチオ予測法は タンパク質の配列から直接構造を予測する方法である。スレッディングは基地のタンパク質構造を用いた方法である。ロゼッタホームは分散コンピューティングのプロジェクトの一つで数千もの家庭のコンピュータの余力を使ってタンパク質の構造を予測しようとするものである。また2008年に公開されたフォルデとはパズルゲームのようにタンパク質構造を組み合わせ、 より正確であると推測される構造を構築するほど高得点になるというゲームを通して、タンパク質構造を推定する試みとして知られる。実際にコンピュータで推測するより、ランキング上位のプレイヤーの方が優秀な成績を収めているとされる。タンパク質の構造の可視化、分析用に、フリーソフトのスティングなど多くのソフトウェアのパッケージが流通している。 他には、ウェブソフトのフィーチャーマップ 3D などがあり、タンパク質間のアライメントを3次元で見ることができ、イントロン、エクソンのアノテーションなども可能である。クアンタムファーマスーティカルズのものなどいくつかのソフトウェアは、タンパク質の機能に影響を与えるコンフォメーションの変化の予測に使われる。異なったタンパク質の構造同士の比較をするための方法もいくつか考案されている。 またコンピュータは実験や理論モデルの間違いをチェックするためにも用いられている。ありがとうございます。